おっとー、おはようございます。今日は友達と、トロッセルズのチャーチで、あるジャパニーズコンテストの、まあ、ジャパニーズコンテスト、サザンカリフォルニアジャパニーズコンテストっていう大会があって、そこにエントリーしたんで、今日はチャーチというポイントで貸し切りでできるっていうことで、めちゃくちゃ、ワクワクしてますね。はい、友達と自分で今日はね、2人で優勝できるんです。2人では優勝できません。2人では優勝できません。はい、すごい、こっちで、ね、友達とできる機会があるし、すごい楽しいことなんで、いい一日にしたいと思います。それでは行きましょう。よっ、いいよ。あ、ポカリ飲んでいいっしょ。冷えたら多分スープと一緒にさようならでしたけれども、いい波です。これから第一ヒート行ってきようと思うんですけど、今日は波は、メンズルで、すごい、メローな感じで、サイズは、まあ、腹胸セット頭って感じで、とても、ファンな感じです。はい、波自体はめちゃくちゃいいんですけど、自分の、ライディングできるようにこれからちょっと海入って、準備して行ってきようと思います。それで行きましょう。さあ、レッドとピンクだけど、どうだこのインターフェア、難しいところですね。ピンチのテイク、おー、ナイス、おー、ゼッケンピンク、あ、ちょっと濡れちゃうな、ね、おー、ナイス、ファイブ、オーケー、ファイブ、ウォー、さあ、ボッタクイズ出るか、さあ、インサイドにまたファイブ、おー、さあ、振り切って、行ったり、振りを振って、ラストコールですよ、アルフレッド。レッドブラック。うまいですね。ジャンプの機械の。でも、スチ取り、俺。もう一回。言ってよ、俺取ってんだったら。松尾すごい。はい。上がりましたか。上がりました。いいですね。お疲れ様で。はい。何位ですか。1位。ちなみに僕も1位なんですけど、13点で、11点。くそーって感じでございます。はい。はい、とても嬉しそうですね。次ね、決勝は自分らでね、当たるんで、しっかり、いいライディング決めて、できるように頑張りたいと思います。波は、風が吹いてるんですけど、こんな感じですね。盛り上がっております。またなんくらいあるんじゃないの、これ本気でいたらね。ありがとうございます。
ファイナルです。ファイナルです。ファイナル？ファイナル。します。ちょっと試合の関係上、ヘッド見せますね。8人でやるんだよね。さあ、アンダー10。松田、お疲れ様でした。最初いいの乗れたんですけど、その後板流して、どんどん、あんまり良くなくなっちゃって、くそーって感じです。こんな稲見で貸し切りでさせてもらって、小林さんありがとうございました。ジャパニーズコンテスト、すごい、盛り上がってました。ありがとうございました。また、これから、結果発表があるんで、それまでしっかり待って、やっていきたいと思います。ありがとうございました。アワードでございます。アンダーテン、アワードでございます。3位だったね。残念ね。でも3位だったら素晴らしいことです。さあ、呼ばれてない2人前に出て、もうね、こっちも若いのでちょっと年寄りでついてくれないって感じがしますけど、最近の若い人ロープロード上手です。ここもすごいヒートです。ほとんど差はありません。2位門倉選手、優勝が坂井選手、おめでとうございます。こちらが2位、そして坂井選手 12.171、 そして2位が 11.60、 ほとんど差がありませんけどもね。皆さんおめでとうございます。来年もよろしくお願いします。ロングボードね。いいね、もう乗れんね。おめでとうございます。こちらロングボード、今年のこれは何でした。バンダイのダブルネームですね。バンダイのダブルネーム、それは何かと尋ねたら、ナイフとガンダムがコラボする。どうなの中身は。おー、見てみたい。おめでとうございます。ロングボードの皆さんでした。さあ、次はウーマンのファイナリスト。